さんってあれですね、その位置とかで言うと、はい、あの歪みないですね。あ、そうですか。一応その辺、はい、気にはしてるんですよ。はい、はい、はい、はい。で、あんまり歪まないように、うんうんうん、こう左利き生活を送ってたこともあるんで、あ、すごい。腕の組み方とか足の組み方とか全部逆にして、はい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 、左手でご飯食べたり、うん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 、してた時期もあります。へえ、できますか？できました。まあ、やればできますね。へえ、器用なんですね。はい。ただやっぱりその右利きなんで、はい、筋肉量は変わっちゃいますよね。右の方がやっぱり使いやすいし。そうですね。どうしても。しかもその強押しとかされるから、はい、筋肉もいりますもんね。そうですね。じゃあ逆に腰は何と思ってやればいいんですかね。首が腰で、はい。腰は意外と繊細なんですよ。はい、あ、そうなんですね。あ、でも普通よりは強い方が好きですよ。はいはいはい。ただそんなにその、はい、こう、はい、常識を逸脱したような感じではないんで。はい、あ、そうなんですね。はい。あ、じゃあ足の方に近づいてますもんね。はい、足は割ともう普通が感覚なんですもん、ね。足は普通ですね。はい。だから結構その強もみっていうと、はい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 、足もガツンとやられることがあって、あ、はい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 、それはいらないみたいな。なるほど、はい、そこは注意が必要なんですね、はい、なるほど。あ、でもあれですよね、それだと本当結構上手って評判のお店とか行っても、はい、なんでこれが上手になるのみたいな。あ、そうですね、なっちゃいますよね、はい、はあ、合うお店なかなかないですよね。なかなかないですね。はい、あ、そうなんですね。いや、驚きました。確かに本当なんかこう今押してても、はい、取られてる感じがしないんですよね、はい、だからもうとその取られるところまで到達させるのがまず難しいっていうか、はい、実際そういうお体なんだなっていうのは分かりました、はい、これとかって、はい、まあ、足りないと思うんですけど、はい、まあ、抑えられてるなって感じはありますかね。そうですね、あ、あのこう押されて、はい、うーとか、はい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 、おーとか、はいはいはい、言ってみたいですよね。言ってみたい、はい、それ結構夢なんですよ。あ、聞いてるなみたいな。はいはいはい、夢。普通の人はね、割とすぐ叶えられる夢なんですけど、ね、そうですよね。聞くまで物足りないなって思うんですもんね。ボブサップとかやってくんないかなって思うんですよ。ボブサップがうまく押せるかどうかわかんないですけど、まあまあ、そうですね、のの力ありそう、はい、そう、そうですね、うりゃってやってくれたら、はい、あーって言えそうっていう。で、はい、あんまりその、なんでしょう、はい、ピンポイントで圧欲しいところあるじゃないですか。別にそこからずれると、はいはいはい、圧いらないんで。あ、確かに。確かに。結構その、どこでもいいわけじゃないですもんね。そうなんです。だから肘とかで押されちゃうと、はい、そのなんか邪魔なとこばっかり痛くてとかあるんですよ。はいはいはい、なるほど、はい、そう、そこ誤解しないでほしいんですよね。確かに無駄に強く押されてもっていうとこですもんね、はい、それとか当たっちゃうんですよね。ああ、それは嫌ですね、痛いですもんね、はい、なんでその、うん、こう上手くて力のある人みたいな、うーん、繊細なコントロールができないと、うん、なんかダメなんですよね。はあ、剛速球投げても、はいはいはい、こうデッドボールばっかりみたいな、とんでもないところだったりは、うん、はい、そうですよね。ああ、すごい高度な要求ですね。はい、そうなんですよ。それはまあまあ、もうまずでっかい男性に限られますね、できる人が、まあ、そうでしょうね、物理的に、うん、はい、
で、あんまりそのジブリよりでっかいなっていう人には会うことがないんで、うん、ああ確かに旦那さんより大きい人ってもう外国人とかじゃないとなかなか日本人で184センチ、120何キロでしたっけ、126キロ以上の男性は少ないかなって気がしますね。ただうん、だって太るだけでもね、100キロ以上ってなかなかね、はい、150キロぐらいの人に押されたいですねなるほどね、まあ、ボブサップなら確かにそんなぐらいは全然ありそうですもんね、はい、筋肉もあるし、ボブサップ170キロぐらいありますからね。そんなにあるんですね、はい、大きいですもんね。身長も2メートルある。そうそう、身長2メートルですもんね。そっかそっか、だからそう多分力もあるんで、うん、その力あるある、コントロールできるじゃないですか。はい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 、やっぱ力ない人が思いっきりやると、うん、あんまりその安定した圧を出せないんで。確かに安定して持続できないですね、はい、そうですね。あと指折れられても困るんで確かに痛く嘘、うん、確かに指がある程度鍛えられていない、はい、確かに。いやそう、100キロあるからって100入れられるかっていうとそうじゃないですからね。そうですよね、指が耐えられないとか、うん、そうそうそうですね。あとはその角度が下手とか、うん、うんうんうん、そうですよね。いや丹野さんこれは施術者泣かせっていうか、はい、いや実際ちょっと難しいですね、正直言って本当難しい。当てにくいんですよね、なんか、はい、なかなかそのここだよなっていうところがちょっと奥にあって、はい、まず入りにくいし、はい、入った後でさらに力をこうそこに集めなきゃいけないっていうのが、はい、それで維持するっていうのがなかなかこれはだね。まあでもなんかね、うまくねここだよなっていうふうに入らないんですよね、はい、多分、はい、押されれば、うんうん、全部当たりですよ。あ、そうですか、はい、多分こう、はい、凝ってると思ったところは全部凝ってます。あ、奥に届かせにくくて、はい、うん、でも、あ、でもさっきより押しやすくなってきましたね、はい、さっきよりちょっと強く感じられるようになりましたかね。あ、やっぱめっちゃ凝ってますね。はい、これ汗だくになりますねこれは落ちやすくなったので、この感じも少し響きません。あんまり変わらないです。これはそんなに。これ変わってこない。はい、そうなんですね。指だとさっきよりいい感じなんで。本当になんかペチペチされてるペチペチ。でも多分そうなんですね。表面で吸収されちゃってるんでしょうね。はい、針はね、表面の針が割と薄い感じの方だと、はい、結構深部にガンと来やすいんですけど。はい、なんかちょっとコリンが奥の方なんで、はい、そこまで行く前に分散しちゃってるからペチペチになっちゃうのかもしれないですね。なんかもうこんにゃくみたいなので、はい、ペチペチペチ、はい、弱い弱いですね、こんにゃくでしたそれは全然なんだか分かんないですねやっぱり割とその、はい、どうですかって聞かれて、はい、なんて答えればいいんだろうっていうこっちも困る部分が結構あるんですよね。そうでしょうね、はい、気遣いますよね。結構それ気遣うんですよ。確かになんかこうタオルかけられて、はい、どうですかって言われてるようなもんですけど、ね、あ、それうまい表現それどうも何もないよって感じですね。そんな感じなんですなるほど、はい、あ、そう、タオルかけられてどうですか、はい、あ、それはうまい表現ですね。だからそのぐらいこう何も感じないことがあるんで、あ、その何とも言えないんですよね。あ、何がでしょうかみたいな
ですよね。なるほどね。そうですね。まあでも確かにこういうお体だったら私も多分すごいお金を使うことになりますね。はい、我慢できないですもんね。我慢できないですね。我慢できないしほぐれにくいから、はい、どうしても多分30分やそこらじゃやったにならなくて、だいたいその90か120ですね。あ、はいはいはい。で60どうしてもその時間が取れなくてっていう場合は60、うん、たまに受けるぐらいです。しょうがなく。しょうがなく。そうですね。でも、はい、60だと多分やっと入るようになったかどうかぐらいのところでもう終わりになっちゃいますよね。そうですね。60だと、もう足やらないですね。腕もやらないです。はい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 。もう背中でね、時間が確かに終わっちゃいます。確かに。はい、取れないんですもん、なかなか。で、あと、そういう場合は、はしごするんですよ。ああ、なるほど。はい。じゃあ、むしろお金かかっちゃったりしますね。そうですね。でもお金かかってもしょうがないんですよね、死んじゃうんで。そうですね、命には変えられないですね。はい、そっか、大変ですね。はい、あのもう肩の筋肉に、その針じゃなくて、もうなんかこう釘とか、はいはいはい、アイスピックとか刺したいと思いますよね。言ってましたね。確かにアイスピックならね、表面が丸くなることもないでしょうからね。はい、すごい悲惨な状況になります、それ実際やったら。でもまあそういう気持ちになるぐらい辛いってことですよね。はい、でもあの動画の時って、はいはい、あのモデルになってた方って奥さんですか？あれ妹です。あ、妹さんなんですね。はい、あの女性だから、はい、そんなに入れてないですよね。あんまりですね、そこまでがっつりっていうほどでもなくて、ただこうリアクションが面白いんで使ってます。すごい。はい、あれです。それでもやっぱすごい痛がってましたもんね。そうですね。うん、多分でもその、うんうん、普通の人よりも痛がりなんで。ああ、そうなんですね。はい、あ、なるほど。だからそのじゃあかわいそうじゃないですか。そんなよくやってモデル引き受けてくれますね。いい子ですね。いやでもあんな感じで普通に1時間とか受けますよ。受けるん好きなんですね、じゃあ痛がりつつも。そうですね、やっぱりその終わった後すっきりするんで。うんうん、あ、そっかそっか。でもってことはですよ、丹野さんが相当手抜きしても、はいはい、全然十分ってことですよね。ああ、まあそうみたいですね。結局それが分かんなくて、無駄に力を使ってた部分はあると思うんです。はいはい、ですよね。はい、うん、まあ物理的に言ってもね、60キロ人の倍入れられるわけですからね。そうですね。うん、半分の力でやっても、そうそうそう、単純に60キロ分は。そう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 。なるわけだから、まあまあ、はい、簡単に圧が乗るっていうことは言えますよね。まあそうですね。10キロ入れたいってなった時に、はい、ね、まあ30キロしかない人が10キロ入れる大変さ考えてたらね、全然4倍あるけど、はい、そうですよね、もうそういう感じでできますもんね。
横向きになっていただきたい。